仲間になってみて。白ひげと目的を認め合ったルフィ、キザルの攻撃をかわしながら処刑台へと突き進む。だがその前に立ちふさがったのは、かつて麦わらの一味をバラバラに飛ばしたバーソロミュークマであった。この顔なじみにオジレーザー撃ってくんじゃないよ。いい加減におしべね。バタ足よ、バタ足の顔を忘れてみるな。どういうつながりがあったのか知らねえが、やめときな。話しかけても無駄だぜ。かつて暴君クマと呼ばれてたあいつなら、もう死んだよ。つい先日だ、政府の科学者ドクター・ベガパンク最後の改造によって、こいつはとうとう完全な人間兵器になっちまった。正確には元バーソロミュークマ。今はもう人と生まれた記憶すらねえ。まだ政府の言いなりに戦うだけの化け物、パシフィスタ GX0 だ。昔のことなら忘れちまいな。一度会った人間に顔を忘れられたのは生まれて初めての経験だよ。記憶が消えたかなんだか知らないけど、また足の怖さまで忘れちまったぐらいなら、その体に叩き込んでやっちゃうる。覚悟せいやんな。こっちだ。あまりこっちだ。遊んでる暇はねえんだ。続けていくわ。ほっ、調子に乗りやがって。はぁ、ドフラミンゴ、メンスペクトラム、ヤッシー、ドフラミンゴ、ランドフッドスベル。